電動化を急ぐ英国の充電事情。2030年にガソリンディーゼル車の新車販売を禁止する英国では、EV、電気自動車の普及を急いでいる。EV における課題の一つが、どう充電するかだが、英国の EV オーナーの約9割は、自宅で充電しているという。家庭の電気代が安くなるだけでなく、読ねている時など、 車を動かしていない時に充電できるので効率的と言えるだろう。英国での充電は一見するととても簡単に思える。かもしれないが実態はそうでもないようだ。自宅で充電するには車庫か路上駐車場。英国では自宅前の路上駐車も一般的に充電器が必要だ。しかし、 英国の40%以上の家庭にはこのような設備がない。そのため都市部であろうと郊外であろうと EV を所有したり運転したりすることが難しくなっている。そうした環境に住むオーナーはどのように充電すればいいのだろうか。今回は英国における EV の充電事情を紹介したい。歩道をまたいで充電ケーブルを伸ばす。 理論上、最も簡単な充電方法は、自宅の敷地内からケーブルを引き、歩道を横切り、路上駐車した EV に接続することだ。しかし、当然ながら歩行者や自転車がケーブルにつまずく危険があり、法的なリスクもあるため必ずしも推奨はされない。どうしてもこの方法で充電しなければならない場合、いくつか注意点がある。 まず、ケーブルはできるだけ平らに敷くこと。充電が完了したらケーブルをすぐに取り外すことだ。また、電源は1階か地下にあるものに限ること。2階の窓からケーブルをぶら下げるのは、この上なく嫌われる。道路工事中の歩道でよく使われているような。ケーブルプロテクターの使用も検討できる。滑りにくいプラスチック製で、 黄色と黒のような、目立つ色で仕上げ、視認性を高めるといいだろう。ただし、充電のたびにプロテクターとケーブルを設置、回収しなければならない。英国の法律的には、歩道を横切ってケーブルを通すことは違法ではないが、歩行者に危険や迷惑をかけないようにしなければならない。万が一、誰かがつまずいて怪我をした場合は、 法的な責任を問われてしまう。そのため、各自治体ではこのような行為に注意を促しているが、完全に禁止している自治体はごく少数にとどまる。英国企業のグリーンモール社は、歩道のもとに専用のトンネルを作る方法を提案している。基本的には、標準的なウォールボックス充電器を自宅の壁に取り付け、 歩道に小さな溝を掘り、滑り止めの金属カバーで覆う。充電するときは、車道側のカバーのパネルを外し、充電ケーブルを引っ張るだけだ。まだ開発の初期段階であり、価格も3000ポンド。約50万円。と決して安くはないが、路上充電の問題点の多くを解決している。公共の充電設備。 自宅で充電が難しい場合、おそらく最も簡単な解決策は、公共の充電器を使用することだろう。歩道にケーブルを渡したり、近所に迷惑をかけたりすることなく、単に公共充電ステーションへ足を運べばよい。もちろん、一番便利な場所はどこか、自宅よりも電気代が高くつくかどうかなど、地域によって事情は異なるが、 EV の航続距離が、どんどん伸びていることを考えると、ほとんど手間がかからないはずだ。その他の選択肢はまず、短時間で充電を済ませることができるのが、急速充電ステーションだ。英国では多くの場合、互換性のあるモデルであれば、1時間以内に満タン近くまで充電できる。短距離移動が多い人なら、 一から二週間に一度程度の充電でいいだろう。しかし、急速充電ステーションは都市部よりも、郊外に多く充電のためにわざわざドライブが必要となる。また、急速充電を頻繁に行うとバッテリーの劣化が早まってしまう。そして当然ながら、急速充電にはお金がかかる。欧州の充電インフラ企業イオニティ社などは、 1>, 1 k w ーあたり69ペンス約116円と従来のガソリン経由に遠く及ばない価格設定としているもう一つの選択肢としてパーキングメーターのような路上充電器が挙げられるスマートフォン向けの EV 充電アプリザップマップなどを使えば充電器の場所だけでなく充電器の稼働状態もわかるようになっている ただし、充電速度は遅い。英国の家庭で一般的な3ピンタイプの3キロワット充電器が多く、例えばテスラモデルさんの充電には24時間かかることになる。また、充電の時間制限はないようだが、エチケットとしてせいぜい数時間までとされているので、夜間や日中の仕事中に充電しっぱなしにすることはできないそうだ。 路上充電器には街灯設置型のタイプもあり、簡単に言えば、ソケットと制御ユニットを備えた変圧器が街灯に取り付けられたものである。アプリを使ってアクセスし、通常3キロワットの低速充電が可能で、設置にかかるコストは低い。イングランド南部のブライトンホーブ氏は、最近、住宅街に街頭充電器を200台設置した。 しかし、必ずしも EV 専用駐車場は併設されているわけではないので、当該スペースにエンジン車が駐車している場合もある。料金については、プロバイダーによって異なるが、1アワーあたり26ペンス、約44円程度が一般的である。また、月極めや年極めの契約が可能なところもあり、 使用した電力量に応じて料金が安くなるシステムも導入されている。スマートフォンのアプリで利用できるケースがほとんどだが、RFID、ラジオフリークエンシーアイデンティケーション、充電器のロックを解除するためのカードやフォグを、必要とするものも少数ながら存在する。もう一つの充電方法として、 商業施設の充電器を利用するというものがある。英国のスーパーマーケットでは駐車場に充電器を設置している店舗が多く、無料で利用できるのが嬉しいところ。例えば、英国最大の小売店であるテスコはフォルクスワーゲンと提携し、店舗ベースで独自の充電インフラを構築している。 こうした施設では無料で使える7キロワット充電器が一般的だが、中には5 0ットと2 2ットの急速充電器が設置されているところもある。全車は1キロワットアワーあたり28ペンス、約47円。後者は無料となっている。自宅近くに公共充電器がない場合は、先述の通り、 路上や商業施設の充電インフラは日々改善されているが、公共の充電サービスが行き届いていない地域はまだたくさんある。どうしても EV に乗りたいのであれば、引っ越しを検討してもいいが、大変出しお金もかかる。EV のために住所を移せる人は多くないだろう。そこで地元の自治体に連絡して、 充電器の設置を依頼するという方法がある。英国政府は地方自治体向けに路上充電器の設置を支援する。路上住宅充電ポイントスキーム ORCS を実施している。自治体に問い合わせれば予算があるかどうか。充電器を設置できるかどうかを教えてくれる。実際に設置されるまでには時間がかかるが、それまでの間は、 充電器のシェアリングサービスを利用することもできる。英国には約25万台の家庭用充電ポイントがあるとされているが、それらが全て同時に使用されているわけではない。自宅のウォールボックス充電器を他人に、有料で使ってもらってもいいという人、ホストツアー、CO、チャージャーやプラグ、シェア、 といったスマートフォンアプリに登録するとシェアすることができるのだ。カーシェアリングや駐車場シェアリングと同じような仕組みだ。ホストは1 k w ーあたりの最低価格を設定できるため価格はまちまちだが、公共の充電器よりも安いことが多くアプリ上で価格の比較もできる。最後に蒸気のどの方法も使えない場合、 モバイル充電サービスが残されている。例えば、チャージフェアリ社では日産 ENV200 を改造した特別車両を自宅まで手配し EV の路上充電を行っている。この車両には大型の蓄電システムが搭載されており、素早く電気を送ることができる。また、チャージフェアリ社はスマートフォンアプリを通じて ユーザーの利用状況をチェックして充電が必要になるタイミングを予測してくれる。充電不足になると充電チームが駆けつけ、充電を行うのだ。非常に長いケーブルを携帯しており、乗用車3台分離れた場所からも充電が可能だという。料金は週5.99ポンド、約1015円で、最初の 10kWh 分は無料。 その後は1キロワットアワーあたり63ペンス約106円異となる。ただし、同社のサービスは現在、オックスフォード周辺エリアに限定されている。